ようこそ我が部隊へ。私はこの部隊の教官、ケンタロウ軍曹だ。諸君らが戦場で必要な知識を徹底的に教育していく。オンラインでもビシビシ行くぞ。いいな。分かってると思うが、返事。さあ、ですよ。全然聞こえない。お前ら朝飯食ってきたのか。もう一度。さあ、ですよ。聞こえない。もう一度。さあ、ですよ。全然聞こえない。もう一度。さあ、うるさい。もう話を聞け。まったく。ああ、クローズボタンを押すな。まずは中級テクニックといったところだが、諸君らは段ボールを使っているか、ただの面白グッズだと思ってないか。いいか、段ボールを使うとこんないいことがあるんだ。段ボールをかぶっていればこのように雑誌に引っかからない。さらに敵がスタングレネードを投げてきた時、段ボールをかぶっているとこのように何も影響を受けないんだ。敵からロックオンをされている状態の時に段ボールをかぶることでこのように回避する場合がある。さらに段ボール状態での移動はヘッドショットがされにくいんだ。逃げるときは有利になるぞ。さあ、段ボールが置いてあるステージではこのようにどの段ボールに入っているかわからないカモフラージュ効果がある。体が燃えてしまったとき段ボールをかぶることで一発で消火ができる。うん、居住性もなかなかだ。諸君らも使いたくなっただろ。続いてサイドステップだ。この動作は攻守ともに優れた動きとなる。三角ボタンで主観モードに切り替えた状態で十字キーを左右に押せばこのような動きが可能だ。見ろ、グレネードだってこの状態から投げれる。壁に身を隠しながらクイックな攻撃にも使える。見事だ。さらに打ち合いになった時の防御にも有効だ。今この打ち合い全然当たってない。全然当たってない状態で敵はどんどん撃ってくるが当たらない。そして敵はリロード、この隙に反撃をする。俺は全然当たることもある。当たることもある。この際十字キーを上下にも入れるとさらに敵からのヘッドショットを受けにくくなる。このようにぐる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 全然当たらない。この動きをマスターすれば戦場もお前たちのダンスフロアになる。次は大いに役立つ情報を教えよう。それは武器の性格付けだ。武器にはそれぞれ性格というものがある。それを理解することによって初めて使いこなすことができるんだ。まずは連射性。威力が小さくても数打ちゃ当たるだ。中弾率。連射しても全てが的の中央に飛んでいくわけではない。正確に狙えるようになっても武器の中弾率が悪ければ当たるものも当たらん。威力は距離によって小さくなるものだが、どの程度の距離で落ちるかは武器次第だ。ただ MK2 のような麻酔銃は威力の減衰は関係ない。まあ弾そのもの自体に効果があるから当然だな。それを考えると比較的中距離でも有効な武器だな。マガジンの弾装填数。コーナーで出会い頭に敵と遭遇し正面から同時に打ち合いになった時、この装填数がものを言う。ロックオン距離。ん？オートエイマー卒業しただと？バカモン！上級者でもロックオンは使う。臨機応変に様々なモードを駆使して戦うんだ。いざという時ロックオン距離が長い武器の方が戦闘は有利だ。あと戦場を見ているとあまり意識されていないのが重量だ。重い武器を手にしているだけで移動の速度がだいぶ遅くなる。お前らもアサルトを持ったまま走り回っていないだろうな。ナイフに持ち替えるだけでだいぶ移動が速くなる。これは基本だ。近距離戦闘では絶大な効果を発揮する CQC、 これはぜひ身につけておきたいスキルだ。 CQC はいかに相手の懐に飛び込むかが肝になる。迂闊に正面から飛び込もうとすれば蜂の巣になることは必至だ。いいか、相手との間合いを詰めるとき立ち寄りもしゃがみのが有利だ。これはポイントだ。立ったまま間合いを詰めると他の敵から狙われやすいというだけでなく、気がついた相手にしゃがまれてしまえばこちらは空振りしてしまうんだ。
こちらが中腰で間合いを詰めた場合、銃で狙いにくい上に立っていようがしゃがもうが確実に相手を拘束できる。いいか、 CQC では中腰移動が基本だぞ。覚えておけ。最後に各スキルのレベルがマックスになった状態での効果を検証しよう。代表的なスキルのレベルの違いを見てもらう。まずはターゲットアラートだ。ターゲットアラートは自分にロックオンダメージを与えた敵を光って知らせるという仕組みだ。レベル3になれば敵にロックオンされた時はもちろん、ただ銃口を向けられただけでその敵の位置を視覚化できるという優れものだ。つまり殺気を感じるということだ。続いて CQC マスタリーだ。レベル3になると敵を締め落とす時間が早くなるだけでなく、タイミングさえつかめば敵の武器を弾き落とすことができる。素早く相手の武器を奪取することが可能だ。諸君らはボックスムーブとクイックリカバリーというスキルを知っているか。対象は選ぶことができないが、何度も戦場をかいくぐってきた諸君らならば身につけているものもいるだろう。ボックスムーブは段ボールを一定時間以上活用したものが身につけるスキルだ。ダンボール状態での移動速度が上がり、さらにレベル3までマスターすればダンボール状態で突進し敵を突き飛ばすというダンボールアタックが可能という効果まである。基本的にはダメージが与えられないが、このような使い方がある。高い位置に構えている敵にダンボールアタック、相手は墜落大ダメージだ。それとクイックリカバリー、味方を何度も気絶状態から助けてやることで身につくスキルだ。どんどん気絶状態から味方を回復させる速度が上がる。さらにレベル3になると触れるだけで味方を起こすことができる。これは気功の一種なのか。神秘的な世界だ。このようにスキルのレベルによってこれだけの違いがあることを理解したら、レベルをマックスにすることで戦闘を有利に進めることができる。諸君らにもこれらのスキルをレベル3まで上げていってほしい。以上で本日の訓練は終了する。さあ MGO を起動して実戦に挑み、さまざまなテクニックに挑戦してくれ。 MGO の道は深く、そして険しい。だからこそ極めがいがあるんだ。諸君らも自分を信じてさらなる高みを目指してくれ。そしてオンラインで私を見かけたら挨拶代わりにグレネードを投げてくれ。それでは諸君らの活躍に期待している。以上、解散。